クエスト君です。飲ませる、それをちょっと部屋に暖房とか強火にかけといて、なんか乾燥してないって言って、今日喉乾くよね、ボイトレの先生も水分たくさん取った方がいいって言ってたし、みたいなことを言って飲ませる。そしてしほのリアクションを見ていこうと思います。どうにかね、飲み物をね、そう飲むようにね、飲むかな、ね、運動させればなんか、あ急にダンスとか、ちょっとダンスみんなで、みんなでちょっと運動してみないみたいな。いいじゃん、わかんない、うん、ちょっと運動して喉乾かさせる。大変ですね、これはね、大変、長期戦になるかもしれない、もしかしたら。でもクエン酸ドッキリなんてさ、もうさ、もっとやってもいいのにさ、ようやく出番来たよね、1年後の。あ、ね、確かに、ね、これなんかお酢とかと違って匂いがしないからいいんだよ、これマジで匂いしないから、うん、なんか YouTuber の人で味系のドッキリしたい人、これマジおすすめ。YouTuber の人はおすすめ。見てるバレない、バレない、マジで。しかもなんか色も白だし、そう、なんか透明になって、そう、溶かしたら透明になるから。 そう、それではやっていきまーす。イエーイ。ピンポンパンポン。今シホがいなくなったので、このコップにクエン酸入れたいと思います。ちょっとたくさん入れておこう。味よくしたかな。めっちゃ入れた、めっちゃ入れた。大丈夫、取れた取れた。 OK、 OK。安全バーをぐーっと下の方に締めてください。それでは、行ってらっしゃい。それ一日中できますか。できるできる、心を無にして。行ってらっしゃい。それじゃあやばい。それはじゃあ向いてない。無にするなら向いてないです。でも撮るよね。私は撮ったらすぐ撮った。あー、戻った戻った。なんかもう声ガサガサになりそう。声出し、ガサガサなんですけど、昨日から。水分たくさん取った方がいい。飲み物持ってこようか。あれ、大丈夫。はい、みんな着替えるよ。着替えて、みんな早く。1分1秒。着替えて1秒。穴開いてないやつもあるから。あ、そうなんですか。今日は空いてた。
たりクエン酸ドッキリするからクエン酸持ってきてみたいな LINE が来たの。そう。でもその内容は今日来なかったのよ。だからあこいつ違うやつに仕掛けんだなと思って黙ってたのずっと。うんうん。ででん。